はい、どうも皆さん、こんにちは。レトゲー通信です。一から始めるカルドセプトセカンドトリキャス版の第8回目になりますかね。前回アルダを倒しましたので、その次に進むという感じですね。まずブックの編集からいきましょう。前回何入ったんだっけ、もう覚えてないや。ああ、青クリーチャー面白く入ったんですね。これを入れたいなぐらいの気持ちがあったんですね。イレイジャーは、これはエクストラカードなので、ちょっと今回は外させても、リリーフ絶対入りますね。どっこいショーも入れたいですね。テレキ。あとはいいかな、とりあえず。いや、これ必要な敵がいるんですよ、実は。だけど、まあ、エクストラカードは今のところ入れてませんので、ちょっと遠慮気味に行きたいと思います。そして、ちょっと変わりますね、これでまた。どっこい賞が入ったということで、少し移動系のスペルを減らすような感じになりますね。まずスピリットオークは今のところいいわ。それと、移動系のスピルがスローを合わせて全部で7枚も入ってますんで、これをちょっとずつ減ってきますね。フライム1枚減るか。ヘイストないんだね、こう見るとね。実はもうちょっとクリーチャーをぶっ込みたいんですよ。ただね、入れるべきふさわしいクリーチャーがそんなにないよっていう状況なんで、いやー、もうちょっとね、なんか面白いのがあるといいんですけど、ちょんちょんも外してもいいかなと思いますね。あったね、こんなの。トランブルウィードっていつ入ったっけ。あ、配信してない時にボロ負けしたやつだ。その時にもらったんですね、きっと。そういうのもいくつかあるんです、実は。もうちょっとね、偏ったブックってデッキ作りたいっすよね。ファイターも1枚にしたいっすよね。無色で面白い。まあもうこの辺は面白いですけどね。宇宙人さん。ロマン法ですよね。なんだけども、他、今はまあまだっていう状況ですね。ランドプロテクトとかも欲しいな、そろそろ。武器もこの辺外して。まあ、サムネとかそっち系が欲しいですね。少しチェーンメールもそろそろお別れしたいところではあるんだよね。まあとりあえず50枚ですね。で 50% もうちょっとバランス変えていきたいところではあるんですけども、直接移動で、どこ行くんだ、これか。またルシエンのとこ行くってことね。で、これセーブして。そんなし、どこだっけ？なるほどね。ああ、マップ変わってやがる。9000。これまたやりにくそうなマップですね。うわ、なんか変なのいるぞ、ここに。お前ら仲良くなってんの。4人戦？同盟戦だ。セレナーがパートナーですかね、したら。初の同盟戦ですね。確認していくと真ん中行くとめんどくさそうですね、これ。まあ、もう青土地が取れるんであれば取っていきたいなということで、8。ここか、ここ。まあ、素直にここ取るのはいいんですかね。本当は城の周りを固めたいところではあるんですけども。うん、本当はここら辺強いね、これ。ここ、ここ、ここ。ここは今いいです。
もうセレナも少しいいブックにしてきたかな。うわあ、赤ジャイアン。違うのも見えてた。気持ちよくなってきたぞこいつら。ウィンティーゴ、これも HP 高いっすな。緑土地キープか。これ確かあれっすよね。Make an offering to your god。アメーバーとハーピー持ってるから青土地を作りたいんであればこういうところに置いといた方がいいよと。セレナのと緑連鎖を考えるんであれば Holy Word 3。 Holy Word 3。あんまりいい手とは思えないけども、まあいいよ、好きにやんなさいって感じですね。うわぁ、なんかザゴロも持ってくるカードがなんかエグくなりましたね。あ、これはホリーワード1の出番じゃないですか。ホリーワード1。Holy Word 1。 うまいだ。置いとってみるか。安い方はもちろんファイターか。のセレナカトチナイスミノタ。ぶん殴る気満々のザゴルさんですね。ウィークネス、何かな。ミノタ、アウトチキープが優先ですね。これはハッピーしかいないんで、ハッピー打っておきましょう。なんだっけそれ、知らない。知らないことないんですね、覚えてない。お前はずっと真ん中にいるや。高いクリーチャーを置きまくって金欠になればいいんだ。マジックボール、うちのアイスボールね。フライはちょっと取っといて、チックボルトもね、ここに止まることもできるんだね。ただそれメリットあんまりないよね。ぐるぐる回ってった方が多分いいかなっていう気はしますね。で、古墳をちょっと手出しておきますか。外エリアの青ちょっとだけ。対象クリーチャーは戦闘中先制と ST20 を得る、まあ、それも入れたってしょうがないんだよな。実のところ言うと変えるんだよね。もうちょっと違うのあったんじゃないって思うんだよな。邪魔びれ、ずっとそこにいろ。高いクリーチャー置きますね。いいな、ブメラン欲しいな。手札に戻ったっけ、ブックだったか忘れたけども、優秀なんですよね。何回も使えるからね。
クレッチピー何個 ?28 あ、ナイスナイスナイス、いいっすね。で、青土地を作る、ここですね。お前は帰ってくるな、ずっとそこにいろ。あ、帰ってきちゃった。怖えな、こう頻繁にマジックボルト引かれると。みんな同じか。自分も色揃ってるところをマジックボルトって嫌がらせしていこう。一発で仕留めれそうな軽いクリーチャーがなんか出てこない気もするので、この辺にちょっと、はい、もちろん抜けた方がいいですね。ここはこれは払いましょう。利用するな連鎖。スペクター先生切っちゃダメだよ。日立か。そんな優秀なカード切っちゃうの？マジックボート。アイスボール。まだ生きてる。Got a reward. Good luck to your next journey. Make an offering to your god. スロー、スロー。まだ出番ないな、これ。フライ出しちゃうか。キュったら、あ、もう一気にゴールいける。本当はアイスオールを強くしようと思ってたけど、チビ16っすからね。シークリーバーしかないのか。ハーピー回収するか。援護クリーチャーですからね。これが連鎖になってちょっと厄介ですね。何持ってくるんだろうな。30でしょ。何持ってくるかだね。30はこれ落ちたな。まあレベル上げなくてよかったって感じですね。あ、でも1でも上げとけば落ちなかったのか。難しいとこですね。しゃあないしゃあない。だけ勘弁してくださいよ。Make an offering to your god. Aim for the next port. ゴフがあるのでそれを生かすような感じでいきましょう。Make an offering to your god. おセレナもゴフ手出しましたね。
割といい数字出るかもしれないですね。50、50、何でもデッカで変わってきますね。あー、これ1本取られたね。40プラス20で貫通か。これやりますね。ザハンドって割と使うところ難しいんですけど決めましたね。セレナも使わなきゃよかったね。何もそしたら取られなかったね。まあでもザハンド使わせたって思えばいいんじゃないでしょうか。この辺に置きたいね。アイテムもらうか。ここ巻き物だ。緑に突っ込んでけ。それしかないよ。Good luck to your next journey. Aim for the next fort. おお、緑の焼きだこれ。これ出番ありそうですね。取っときますか。まあスローがいらないかなっていう感じですね。花は一気にこすりよう。はい、どける？ウィン。まあ多少強くなりますね、これで。Aim for the next port. うん、ピットシも強いからいいよ。レベラー。ザハンドか。Make an offering to your god.落ちるなこれ。30のザハンドだから何やってもダメだね。あ、違う、赤身の。うん、ダメっすね。まあ、じゃあハンド使わせたと思えばいいか。ハイドでね、麻痺いろいろかけていきたかったんだけども、それないと厳しいですね。これでワンありそうですね。ただ踏んだところであいつら鎧あるので勝てないんすよね。アメバでも置いとく。思い切って置いてみるか。ここにあるよね。出るかね。踏むなよって話ですね。 Make an offering to your god.もったいない気もするな、あそこ攻めるの。でも、うちとの連鎖も変わるから。もう鎧1個使わせたと思えば。で、落とせますもんね、80だから。まあ、ナイスと、ナイスですね。鎧使わせたんであればナイスですね。でもまた殴るんじゃないかな、これ。
あ、バンデッツグラブ持ってくよ俺。フフフフ。フフフフ。いや違うね。うん。うん、こっちですよね。まあ落ちちゃうのはしゃあないですね。The offense defeated the enemy.ドッペルだ。あ、踏めば面白かったりな。あ、うちじゃなかったか。ちっちゃい目だけやめてくれよって感じですね。怖いね、この辺がまだ落とせる見込みがないので。いや、踏むのか。いや、踏むのか。勝てないよね。鎧持ってるんだよ。まだもう一個。持ってなければね、巻物でいけたんだけど、勝てないな、これだとな。もうしゃあないですよね。もうしゃあない。フィースとか向こうの方が土地ありそうだもんな。You've got a reward. Good luck to your next journey. Make an offering to your god.じゃねえんだよね。普通に回った方が安全かもしれないな。これでここ危険でなければこれ使うんだけど、でも一か八かやってみるか。パーミッション。Make an offering to your god. ああ、まあそれなら。ああ、セレナ、そこはこういうアドロップ使ってほしかった。でもセレナ割と緑頑張ってますね。忍者。これライバンの方かな。そうですね。もうライバン鎧使っちゃったよ。よかったね、忍者のままで。ウルフになったら泣きそうなとこでしたね。ナイスナイス攻めですね。すごいいい攻めですね。ただザゴールの方はあの防具が潤沢なので、それをどうしようかですね。ファンダーストーン、死ぬのはいないでしょう。ダメージは多少入るとしても。Make an offering to your god.ナイス。ウェンディゴ勝てる。ザゴルは90なんで10でないか。ウェンディゴであれば勝てます。またうまく踏むんですね。できるね。リザードマン、ウェンディゴ。まあいつまでもね、やられてばっかりでもいられないんで、少しずつ反撃していかないとね。グッジョブグッジョブ。あ、いいの引くね。それも出番あるよ。どこに行くかね。あ、それ倒せるのか。これで危険地帯が内側のものになったので、
card your card. Aim for the castle. 守れる。また難しいので来たね。20でしょ。これ何も使ってこない気するんだよな。ワンデッツグラブレスくらいですかね、使ってくるとしたら。それならあんま。金取られるけど金が入るよと。いいよ。Aim for the next port. 鎧か。防具ばっかりですね。You've got a reward. Good luck to your next journey. まあここにガンとつぎ込むのが正解でしょう、きっと。マナ。You've got a reward. 早めにさっき取ったリザードマンをなんとかしたいですね。いいね、いいね、いいね。ちょっと仕事強いからね。Make an offering to your god. ん？ Giant Rattler. Harpy.相手 HP40 っすよね。こちら先生なので30パパパッと当てても勝てないよと。まあまあ、勝てねえんだよね。守ることはでもできますよね。シルバーブローがね、HP10 で曲がってくれるとシルバーブローなんだけども、盾使うか。そうすればダメージ20で済むんで、こっちですね。今黄色連鎖落としたくないので、リリーフ引いたらなんとかごまかしましょう。そこは誰にかける？セレダ？あんまり意味があるようには思えないけども、このサッキューバスを切るってことは巻物切る。お、BGM 変わりましたね。こちらの多いか。カードを使ってまで少ないな。うん、セレナカを置く方が、うん、ずっといいはずです。ジャグルもこれであの凶暴なカードが少し減ってだいぶ落ち着いてきたんじゃないですかね。ホーネリザードマン40ですよね。どっちが先生なんで鎧持ってくるのか。鎧持ってきて40でかつ毒でもそんなに食らわないよね。これだから鎧着ないと守れないですよね。鎧着れば守れる。70になるんで30の大丈夫。まあ、そうなるだろうなと思って。毒は入りましたね。で12ですか。 14?12 カードを使わせてきたっていう。なかなかでもこれは頭脳戦ですね。
サイトはパラサイト、ああもうそこに上書きですね。ああ高いとこ行けなくて戻るしかないのか。防具が消えました。まずいですねこれ踏まれたら。リリーフも来ないもんだな。武器圏地帯を抜けるのが先。無事なライバーン、ライバーン、ジャグールの方は手札かなり少なかったけど、ライバーン何枚あったんだろう。今でもな切れるようなものそんなないよね。あ違う、ST と HP は相手セプターの持つ手札の数かける10か。ってことは、私が、こいつが、お茶の絵が、例えばシルバーブローを生贄にして持っていくと、カード2枚なので、HP20 になるってこと？で、かつ防具を使ってくるけど、まあ、行くだけ行ってますか。こいつもまだ1回も、戦闘に登場させてないんで。ボディアノイ。ウジーナ、しましたね。ウジーナが20/20になるところですよね。ぜひとも、もうリリーフ引きたいですね。こいつをレベル3の土地に入れ替えたいですね。セレナも結構積極的にいきますね。まあ今は2人ともカードが、カードがない状況ですんで、これでもやっぱ殴り合いですよね。いいっすね、こうなんか怒涛の殴り合いを2人でやる、全員でやるっていうのは割とセレナも積極的ですもんね。1引かれると落ちちゃうんですね、これね。あ、出たかと思った、今。ドキッとしましたね。何やって落ちるかですもんね。ってことは何？カード0枚にしちゃうの？リリーフ来ねえか。オートチキープしちゃうか。Only word six. 自分で使え。うん。よっ。見てちゃい。Make an offering to your god.どうする？ああ攻めてこないであげる、あげる、それが意外だな。もう一回は行くのか。ハリケーンお呼びじゃないですね今。これはそうですね、同盟地なんでいいですね。うん、いい切り返しですよ。セレナは割とギリギリまで金使いますね。あー、ザコル払った。トータスボーイ呼びじゃないね。あ、ナイスナイス。ここ自分のところですんで、ハリケーン。これで安心ですね。防具欲しいな、少し。ドワーフでも政治でも何でも置いといてくださいって感じですね。
怖い武器がようやくここで入ってきたけど、チュッ決闘し踏んだかと思った。今ドキッとしましたね。本当なんだ、2マス移動ですね。ドリートリーン、ドリーントリーン、踏んだら半分入っ、はい、戻っ、自分に入るのか。誰が踏んでも戻ってくると。Make an offering to your god. よかったね、ゴフ持ってて。これは無理じゃない？食らってれば別だけど。ただカードを失っただけですね。持ってないザコですもんね。まあ。You've got a reward. Good luck to your next journey. ダオレンサーがそんなにねえよっていう感じか。そんな連鎖してないんですね。セレナのための緑連鎖は 1,2 あ、緑5連鎖だってことは、ここら辺与えてあげると、うん、一気にいい額いきますね。これセレナもいけますもんね。ここあれ9000だったら勝ちですね。1万だったらまだ続きますね。どっちだっけやる前に確認してるんですけど忘れちゃいましたね。これは守りたい。黄色だもんね。30か。あ、守れるわ守れますね、これ。1ピチが上がるんで。いや、でも本当にそろそろドロー強化のカード欲しいですね。あの2枚引くやつでも、ホープか、ホープでもいいですし、もうリンカネーションでも何でもいいんで。コールだって40で攻めたら、か赤土地を上げちゃうかですよね。もうレベル怖えなHP10 しかないからな。もうやっぱり9000で光るんですね。ってことはセレナゴールして、これで1引いて1、絶対何引いても1以上出るんで勝利。割とコンビネーション良かったんじゃないでしょうかね、セレナと。たまにはこの辺のやり取りも見るか。ハンドルストーリーがついていけなくなってきたね。だからわしやめた方が良いと言ったのだ。目論みが全て水の泡ではないかって。ダメだな、俺の方だろうが。お前やたら仕掛けすぎるんだって言うけど、お前も人のこと言えねえよ。ああ、仲違いしましたね。
醜い争いよのうと。The true winner is determined.グラフ見ていきましょう。まあ確実に土地を置いてて育てて買ったっていうような感じでしょうかね。まあ、あと一箇所やっぱりクレーマーのおかげで取れてるっていうのもありますんで、最初ねザゴルの重たそうなクリーチャーとかパワーブレスレットとか見るとちょっと嫌だなと思ったけども、やっぱうまく回んないもんですね、コンピューターは。プレイヤーだとまた話変わってくると思うんですけど、ライバーも最初からダメだった感じですね。ではカード報酬見ていきましょう。上からいきます。ゴールドトーテム、まあいいや、はい、次いきます。マーブルアイドルは配置するとすでに配置されているクリーチャーと同じクリーチャーを召喚できなくなりますと。赤ジャイアン来ましたね。ただうち赤のブックではないので、ちょっと大変。来たー、アンダイン先生。アンダイン先生は青タンでは強いですね。ただうちみたく青木でいくと青土地がそんなせいぜいキープできても3つ程度とかっていうぐらいになっちゃうので、まあそこはって感じですね。これ前も取ってるか。デスゲイズ、これは面白いカードではあるんですよ。抹消するんですが、リバイバルしても消えてるんですよね。ただドリキャス版にリバイバルあるかどうか知らないんですけども、あるよね。でもね、コンパイア先生クリーチャーですね。配置条件がちょっと厳しいなっていうところがあります。マミ持ってちょんちょんいいね。ディメンションドア、対象セプターを別の場所に飛ばす、これはまあどっか飛んでけーなんですけども、使用者はこのターンのダイスを使えないというところもうまく活用しないといけないんですよ。要はホーリーワードゼロ状態になるはずなんですよ。なのでそこはね、ちょっとうまくプラスアルファで使えるといいなっていう感じですね。トラウトは対象の領地のレベル変更ができなくなる、要はレベルアップができなくなるんですよ。でさらに言うと嫌がらせのレベルダウンのスペルっていうのも結構あるんですけども、それも食らわなくなります。もしかするとそういう使い方も出てくるかもしれません。3段目ホーリーワード3、レインフォースですね。対象エリアの全クリーチャーの ST プラス15、敵味方関係なしに上がります。これが活躍するのはデコイを主としたブックで、デコイを置いて敵の攻撃何来ても跳ね返すよっていうようなコンセプトだと、あれはね、置いてあるデコイが隣のやつに攻めるとか、手元の相手のクリーチャーガンガン ST ばっかり上げてデコイで攻めると、で反射カーンって反射させてダメージ、そのダメージ倒すっていうようなコンセプト、戦いも見たことあるんで。ただうちではもうデコイすらないしドロー強化のカードも何もない状況なんで、まあ出番も今のところはないですけども、まあ、そういうカードですね。今回はそうですね、アンダインぐらいかな。一応話聞いてみる。ルシエさんこうで、ルシエンさんはそうだ、お願いがあります。疲れてるがやってみましょうって、なんか恩着せがましいですね。びっくりマークだ。クレイトスにおいてセプターズ高い、あ、なんかあったね。なるほど、次はクレイトス、確か2連戦か3連戦ではないけど2つか3つあったような気がします。ああそうだそうだ、
やっぱ忘れてるもんですね、あんだけやってても。はい、というわけでして、1から始めるカルドセプトセカンドドリキャス版で、タック戦、初のタック戦ですね。ダメ軍団対セレナとの連合軍で、まあまあそんな苦労もせず勝ったかなという感じでした。本日の動画はここら辺で終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。